い、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、モチベーションが下がった時どうしたらいいんですかっていうね、疑問の、声がありましたので、今回これについてね、回答させていただきます。それね、あなたと一緒に共有できたらと思いますんで、最後までぜひ、ご覧ください。まずなんですけども、モチベーションが下がるっていうこと自体は別に問題ではないんですよ。人である以上、モチベーションは上がったり下がったりするのは当然。まあ、やる気ですね。言い換えれば、やる気は上がったり下がったりするのは当然なんですよ。なので、そこに関して別に、下がったから悪いんだ、やる気がないのが悪いんだとは別に思わなくてもいいです。悪いことっていうのは、モチベーションが下がった時に何の対策もしない。これがまずいんですよね。モチベーションが下がって、やる気がなかったとしても勉強する方はするんですよ。もちろんね、やる気がある、モチベーションが上がってる時は勉強できるわけですよね。このモチベーションが下がった時に勉強ができなくなる方がほとんどなんですけども、これをじゃあどうしたらできるようになるのか、これが一番のね、今回お話する核となってきます、ポイントになってきます。どうするか、キーワードはロックをする、ロックをかける、固定するっていうことです。じゃあ何を固定するのか、3つ固定します。1つ目、勉強時間。いつ勉強するのか。人は24時間1日ありますよね。その中のどの部分を勉強時間にしていくのか、これを固定するわけです。例えば、朝起きて歯を磨いて、顔を洗ったあと30分、その後30分、ここを固定して勉強時間にするみたいな感じですね、イメージとしては。続いて、勉強場所を固定する。朝起きて、歯を磨いて、顔を洗って、じゃあどこで勉強するのか、これ固定されていないと、勉強しないんで、ちゃんと勉強場所、いわゆる集中して勉強できる場所を決めておく。例えばダイニングテーブルとかね、自分の部屋とか、いろいろある、どこでもいいと思います。人によってはもういろんな場所がありますんで、教材を持っていたらそこはもう勉強場所、どこでも勉強場所になりうるので、どこでも構いません。車の中とか何でもいいです。続いて、内容を固定する。いわゆる今日やるべきところがどこなのかっていうのを明確にしておかないと、朝起きて顔洗った後の30分間、例えばね、ダイニングテーブルで勉強するって決めたとしても、はい、じゃあ何をやろうかって考えて、結局特にやる気がない時なんか、やるべきことが明確じゃないのに、じゃあ何やろうかってそこから決めるって言っても決めれないんで、だからもう事前に決めておく。言い換えたら、1日単位の計画をちゃんと立てておいてくださいねっていうことなんですよ。この3つがちゃんと固定されていて習慣化していれば、やる気がない時であったとしても勉強はできるようになるんですね。実際人は習慣できる動物なんで、どれだけ、いい習慣、宅建合格するために、重要な習慣、勉強を続けるってことですよね、ができるかにかかってきますんで、ぜひいい習慣をつけておく。これはこの勉強ができている時、つまりモチベーションがね、高い時にその習慣づけをぜひしてください。やる気がない時ってやっぱりね、習慣づけ難しいんですよ。だからやる気がある時にもうできるだけもう習慣化さす。で、やる気が下がってきても、できるだけね、自分なりに頑張って、もう一つね、もう勉強イコール仕事って考えるぐらいの方がいいです。勉強は何かをやった後にやるとかね、なんて言うんだろう、補足的なものっていう風に考えちゃうと、結局やんなくなっちゃうんで、もう仕事って思うんですよ、一つの。なんで、そういうようにしていくと、で、このやる気が下がっている時でも、やっていけるようになりますんで。できるだけこの時に勉強する習慣をつけておきましょう。で、今言ったように、この勉強時間とか勉強場所とか計画を立てる、これもちゃんと、一つ一つね、細かくちゃんとね、分析っていうのかな、ちゃんとやっていかないといけないんで、この点については別途動画があります。これについては、宅建合格するための7つの秘訣っていう動画がありますんで、その中のね、7つの秘訣の中の、1、2、3にはなってないと思うんですけども、その7つの中の、3つ入ってますんで、ぜひそちらの動画ご覧いただければと思います。一応ね、YouTube でご覧いただいている方、この下の概要のところに、7つの秘訣の動画、リンク差し置きますんで、そちらご覧ください。宅建合格を目指しているあなたへ、宅建に合格するための情報を無料でお伝えしております。
無料のメルマガでは1日3問宅建の過去問を、詳しく分かりやすく解説させていただいております。動画についても、無料でどんどん有益な情報を、ご提供させていただいておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録は下の方から、また、1日3問のメルマガの登録については下の、動画の解説、動画の概要ですね、そちらの方からご登録いただけますんで、ぜひよろしくお願いいたします。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。